子と申します。よろしくお願いいたします。多摩美術大学を卒業して日本画を描いております。こちらの展示には毎年参加させていただいております。今回は新作5点と、少し前に描いたものをプラス2点で計7点の作品が展示されております。作品についてちょっと解説をさせてください。はい、こちらの過去の作品なんですが、こちらも新作になります。タイトルは大丸もん凧という凧を描いています。この凧大きく描かれてますが、実際には10センチから12センチくらいのとても小さい凧なんですが、毒を持っていて。触ったりすると最悪死に至るくらい危険な動物の生き物の一つです。でタコも好きなモチーフでよく描きますが、ヒョウモンダコも前に描いたことがありまして、なのでタコは今回は2作品目になります。でこの派手な模様がすごく好きで、その生き物のなんか美しさ、派手な感じがすごく好きで、水族館とかに行ってはよく見ています。であちらにあるミノカサゴ、カサゴの絵もですね、あれもまあ毒を持った毒を持った生き物は美しいということで、そういったものをよく描いたりもしますね。でも基本的にはその生き物の生き生きとした感じだとか生命感っていうのを大切に描いております。はい、じゃあ改めまして皆さんこんばんは、片野璃乃と申します。私は2019年に多摩美術大学大学院を修了しまして、現在は 2D3DCG デザイナーとして働きつつ作家活動を続けております。私の作品なんですが、北海道出身ということもありまして、自分の理想の風景と懐かしい、モチーフですね、それを組み合わせて描いております。こちらの「インスピレーション」という P20 号の横の作品なんですが、こちらは、コロナ禍に入りまして、自分が一番幸せだなと感じた瞬間を描いた作品になります。今回会場にいらっしゃる方はご覧いただけるかなと思うんですけど、あちらにある紫の「ルーム」というは、作品がコロナ禍に入る以前に描いた作品でして、コロナ禍を経て色彩がさらに鮮やかになったんではないかなと感じています。辛い状況の中でも、作品を描く楽しさであったり、作品の中に明るさを求めて描いた作品です。私の作品の特徴は点描と俯瞰図なんですが、こちらの点描というのは自分が大事にしているモチーフに対して、作品と自分の気持ちをリンクさせるために一点一点気持ちを込めて点を打つという行為が自分の感情とすごいリンクしていて好んで使用しています。あとは俯瞰というのは自分の理想の風景であったり馴染みのあるモチーフを客観的に描くことができるので、こちらも好んで使用しております。以上になります。皆様こんばんは、中国上海から参りましたが、甲斐と申します。本日、出品している作品をこちらの作品と壁の向こう側の黄色い作品を私の総合展で初入選の作品で、芸大の入試作品なんですけど、こちらの作品は、芸大卒業してほぼ卒業と同じ時点で描いた作品です。なぜか「ただいま」というタイトルは専攻は保存修復なので、あんまり自分の作品を描くのがあんまりにも長くく描かれてないので、ようやく創作できるようになりました気分なので、だからちょっと「ただいま」っていう感じで、あとこの作品を保存修復を勉強してる間にコラージュとかのり使いとか、あと発想、いろんな発想と実験は中に入れて、あと自分の独自の線表現は自分今までの特徴なんですけど、ずっとどうやって自分の線表現と明るい色調とテクスチャーとか、この3者どうやってうまく調和できるのか研究してます。あそこのピンクの作品はもっと前の作品で、当時は性表現と明るい色どうやってうまく共存できるのかもちょっと考えて描きました。向こう側の黄色い作品は今見えないと思いますけど上には大きな目が描いてありまして、ちょっと抽象なんですけど、眼球の中には平等院鳳凰をイメージして描いてます。眼球の中から泉が湧き出ていて、で現代の世界とつながっていると思います。よく見れば下の建物はだんだん、プールになっていて、右側の黒い色の飛び込み台とちょっとこうします。多分当時は入試の気持ちなので、ちょっと自分の自画像にも言えます。はい、最後ここでたまびの先輩たちと同級生一緒に展示できるのがとても嬉しいです。よろしくお願いします。飯田彩香と申します。シルクランド画廊ではだいたい2015年くらいからずっと定期的にお世話になって展示をさせていただいておりまして、その中でもいろいろな作品変化しながら展示させていただいてきたんですけれども、割と身近なところからモチーフを探すことが多くって、あとはちょっとした旅行の時も何でしょう、観光名所というよりは歩いた中の散歩した時にふと気になった風景であったりとか、あとは公園の中のちょっとした一角だったりとか、自分の記憶の何か懐かしいものと重なるような景色を描いたりしています。で今回そういうものの中で初めてちょっと挑戦したのが、友人の飼っている猫を描かせていただける機会があったので、こう触ったりとかスケッチしたりとかしながら、なんとかこう人間とこんなに骨格が違うんだなとか、毛の質感をどの絵の具を重ねたら出していけるかなとか四苦八苦しながら仕上げていったのがこの作品で、タイトルが「姉妹」というんですけれども。椿の咲く頃の季節に生まれた子たちだということで、首輪の色とリンクさせて椿の花と合わせて仕上げてみました。是非近づいて見ていただけたら嬉しいなと思っております。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。山崎羅蔵と申します。よろしくお願いいたします。今回、締めさせていただいたのは、今現行のシリーズの「宝島」というシリーズと、その前に「アースバウンド」というシリーズがありまして、その宝島とアースバウンドの間の期間に描かれた、描いた3点と、あと「宝島」っていう現行のシリーズを、今回、展示させていただいております。はい、そうですね、いろいろ、取材とかも行って、こういう岩場とか海辺とかこう実際に歩いて回って、こうそこからこう絵のイメージを固めることもあるんですけど、こういろいろこう本を読んだりですとか、いろんな方といろんなお話をする中で、なんかこうそれ面白いね、その話面白いねみたいな、そういういろんなものから作品のその内部構造っていうのを、作ったりとか、考えたりとかしながら、それに、イメージをこう当てはめていったりとか、そういったことを最近は主な手段として、絵を描いております。そうですね、宝島っていうのは、そうですね、この間、2022年の12月末から23年1月頭にかけて神奈川県民ホールギャラリーで、開催された、ドリームランドというグループ展に、向けてこう作っていた作品でして、でそれがこちら、この作品を出したわけではないんですけど「宝島」っていうシリーズと、それを「宝島」っていうシリーズを作る前の、その宝島の構想もまだ練ってなかった頃の作品がこちらとこの2つの作品になります。なのでこっちの方が後で宝島の方が、新しい作品になってますね。なのでまあそうですね、ちょっとこう作品の内部の構造とか、その要はソフトのところ、ハードではなくてソフトのところとかもやはりちょっと違いますし、なんでこうタイトルもこっちは割とバラバラなタイトルがついてるんですけど、宝島っていうのは要は、宝島はこういうことを表現したいっていうのを一個テーマとしているので、宝島は宝島っていう、タイトルが、ついてますね。はい、そうですね、宝島っていうと、そうですね、宝っていうとすごく、聞きなじみがある、皆さん絶対に聞いたことある言葉でも、宝っていうのは一体何のことを指してるかっていうのは決してこう一言では言えない。それはやっぱりこう文化でも違うだろうし、時代でも違うだろうしっていうところで、宝っていうのはすごく抽象的な、言葉というか概念というか、それをこう、秘匿する島っていうのを、まあ、図としては書いてるんですけども、でこうドリームランドの展覧会で、テーマとしてたのが、その宝っていうのはどこにあって何なんだろうっていうのが一つテーマとしてあったので、でこっちの絵でも言えるんですが、やっぱりこう視点、宝島なる島を見てる、どこから見てるのかとか、どれくらい距離が離れてるのかっていうのをすごく意識しながら、制作してますね。そのどれくらいやっぱり、距離っていうのが一つ要素として、それはその物理的な距離でもあるし、すごく精神的な距離でもありますし、そうですね、今はそういうものをそういうことを考えながら制作してます。よろしくお願いします。ありがとうございます。そうですね、好きな画家、影響を受けた画家ですか。難しいですね。結構僕の場合こう結構絵を見て、それから影響を受けてっていうよりはこう本を読んでとか、そっちの方が大きくて、結構一番影響、すみません、画家ではないんですけど、遠藤周作さんの沈黙とか、すごくそういったものを熱心に読んでた時期があって、影響を受けたといえば多分一番大きいから、その画家さんではないんですけど、遠藤周作さんですね。であとは、今後どうやってっていうのは、やっぱりこう前作があって今作があって、その次また新しい展開が一つこう地続きであると思うので、まあ今回は今は「宝島」っていう原稿のシリーズがあるけど、それがまた、自分の中でこれからいろんな出会いがある中で、それがまた変化していくだろうなって思うので、まあ要は、どんどん自分の表現っていうのを更新していけたらいいなって思ってますね。はい、日本映流留学するきっかけは北斎が大変好きなので、日本になりました。最初の作品にも、今並んでる作品の中にも一つずつ北斎と浮世絵に影響を受けてると思います。ピンクの作品の中には北斎漫画の中に影響を受けて、特にピンクシリーズの下の方は波の中に手がありまして、その手は虫眼鏡持ってて、で前の人は顔が大きくする、そういうなんか面白いことは北斎漫画で見て面白いなと思ったら、そういう絵を描きました。はい、多分最初にはこれがあって、でよく作品の中に生かすのが虫眼鏡を描いたり目を大きくしたりとか、この絵だと右上の、浮世絵も好きです。今後制作していきたい作品はどんどん変わっていきたいと考えて、まだまだなので、いろんなスタイルな作品を描いていきたい、挑戦しつつ制作していきたいです。どうぞよろしくお願いします。特定の作家にすごく影響を受けたというよりは、断片的にいろんな物語とか作風に触れながら影響されながらっていうのはあるんですけれど、あとは小説とかもやっぱりあるんですけれど、パッと一個思い浮かんだのは、前に伊藤若冲の作品を見た時に、葉っぱの虫食いをカラフルにまるで画面の中で模様のように配置していたのがすごく印象に残りまして、それをちょっと自分の中で木の節を模様化して描いてみたりとか、一部模様的に解釈して入れるような部分は影響を受けてるのかなって今質問していただいた時に思い出しました。そうですね、これからもそんな感じでパッと見てパッと思いついたらいろいろやってみたいなと思ってるんですけれど、今後についてもやっぱり唐突にこれやってみたいなっていうことを割と思い浮かぶことがあるんですけれど、締め切り近いやばいっていう時に新しいことを試して、果たして間に合うかなっていうブレーキが若干かかることもあるので、そこを思い切って踏み出して何でも試してやりたいこと全部やってやるぞっていう気持ちをなんとか保ちながら続けていきたいなと思っております。頑張ります。私が影響を受けた、画家さんは洋画なんですけれど、神田日照さんですね。神田日照さん、馬の絵とかを描かれてると思うんですけど、北海道に美術館がありまして、小さい頃からそちらに連れて行っていただいて、神田日照さんは普段馬とかも触れ合っていて、馬をモチーフにしていることが多くて、それはなんか私でいう金魚なのかなと思って、馴染みのあるモチーフですね。家族と同様といいますか。あと神田日照さんは、自分の生活風景とか馴染みのあるものを本当私の作風のような、なんか人物とあと室内画を多く制作されていて、で晩年の方にかけてだんだん色彩が鮮やかになっていくんですけれど、今思うと小さい頃に、100号とか120号とかすごい大作が北海道の美術館にあるんですけれど、そういうところを両親に何度も連れて行ってもらって見たところが何ですかね、なんていうか影響を受けているというか、自分が大事なものとか残したいもの、あとは自分が置かれている状況を描くっていう、そういった表現をそこからちょっと影響を受けているのかなと思ったりしました。で今後の作風、何を描いていきたいかなんですけれど、私はやっぱりなんか実感があるもの、自分が触れたり体験したものを描きたいと思っていますし、逆になんかそれしかできないんじゃないかなと思っていて、最近年を重ねていってそういったところがさらになんだろう重厚というか経験が増してきたので、まあ、そういったところを踏まえて何ですかね、新しい表現、まあ、変わらず書いていきたいなっていうのもありますし、今は割とそうですね、変わらず北海道で取材したものを多く書いてるんですけれど、意外ともう上京して13年目ぐらいになるので、まあ、東京で過ごした状況であったりそういったものも含めて、そうですね、作品に起こしていきたいなとは考えています。はい、ありがとうございます。はい、私は影響を受けた作家は、まあ、見たものは全て影響を受けておりますが、大好きなのは川端龍子の作品ですね。リンパ展で見た作品全てもう感動して。それをきっかけに日本画に入ろうと思いました。なので私の作品を見るときはリンパだと思って見ていただけると嬉しいです。なのでコンセプトというよりかは画面のデザイン性であったりだとか構図ですね、そこにものすごい力を入れて描いております。なのでその日本語が持つ独特の空間、余白とかにも非常に気をつけています。まあ、最近のもちろん伊藤若冲さんもね大好きですね。動物を描いたらもうピカイチというか、もちろんそこを目指しております。でそこにもっと現代的な要素を入れて新しいリンパを自分で作り上げていきたいなと思います。最近の、作家さんでは武田先生とか中野博之先生とか、まあ、岩田宗平先生、岩田先生は完全に現代のリンパを圧倒的に描かれているので目指したいですねもういつも尊敬して見ています。あれくらいパワーのある作品をこれからはもっと作っていきたいと思っております。はい、やっぱり私はですね、日々もう毎日が取材という感じで、行くところ行くところで、まあ、携帯でもう写真をとにかく撮りためてそこにあるものから描いています。で最近は子供が生まれてからは動物園だとか水族館とか博物館とかによくまた自分が子供の時行ってたようにまた行くようになってきたので。はい、それでやっぱりとにかくね、自分が好きなもの、自分が描きたいと思ったものに正直に描いてます。やっぱり好きなものじゃないと描けない、言いたくないものは描けないので、自分の気持ちに正直にとにかくこれが大好きっていうものを描いて、私もそうですね、自分が触れ合ったり馴染みのあるものを描いています。やっぱり画面に描く時にこのリアリティとあと自分のモチーフに対する思い入れっていうのが自分が描く上ですごく大事に感じていて、そうするとモチーフに対してこだわりであったり、もうちょっとこうしたらいいんじゃないかっていう気持ちがすごい生まれるので、やはりそうですね、自分が馴染みそうですね、馴染みのあるもの、まあ、岩崎さんと同じく、大好きなものでもあるんですけれど、そういったところでモチーフを選んでいます。人物と植物と風景と動物でそれぞれちょっとアプローチの仕方が違うんですけれど、今回風景多いので風景について話しますと、大体スケッチブックを持ってなんとなくよし何か描くぞと思って歩くとどっかで何かが引っかかる、あ、この景色を絵にしたら面白いなって、何がトリガーなのかちょっと分からなくて直感的なんですけれど、そう思ったところで何か気になったかを掘り下げる作業がスケッチと色付けの制作過程かなっていう感じで、あ、ここの木漏れ日が好きだったんだなとか、花と道からできる距離感とか空間で中に入っていけそうなところが好きだったんだなとか、いろいろそうですね、ありまして、それが色だったり光と影だったり街並みの構成だったりいろいろなんですけれど、そこから逆に自分を掘り下げるような作業になるので、それも結構楽しいなと思ってます。ただ季節とかによってはすごい雪の降る中で画面が凍りながらだったりとか、真夏の暑い日にちょっと限界だなだったりとかすると、ついつい木陰があって座れるところで描きたくなるんですけれど、そこもね、なるべく妥協せずに体力の続く限り描きたいなと思ったものを描けるように健康も保ちつつ頑張りたいなと思っています。私は多分2つパターンがあると思いますが、1つは普段の生活の中に言葉で表せない気持ちがたくさんありまして、それを絵をしたくて、絵で喋ってくれるような感じなので。で、例えば向こう側の黄色い絵なんですけど、最初はちょっとこういう絵描きたいなと、ちょっと頭の中に発想がありまして、次は平等院報道でに行って取材に行ったりとかして、これで完成します。こういう感じで。2つ目は素材の研究とか、味を見にして、どうやってうまく共存できるのかとか、どうやって調和するのか、それを見にして絵を描きます。この2つパターンです。よろしくお願いします。僕もやっぱ岩山とか島は好きなんですけど、好きなものなんですけど、絵にするってなった時に、その自分が普段思ってることとか、どういう問いかけを自分にしようかとか、要は前作までの自分を描いてた自分に対して今度はどういう問いかけをするのか、そのためにこれをモチーフにすることは果たして適正かみたいなのを結構ぐちゃぐちゃ一人で考えてるんですね。なのでそれに合致したらそれを書くけれども、そこまでいって合致しなかったらまた別の形に変えたりとかもしますけど、やっぱり好きなもの見るのはやっぱり好きなものなんですけど、本当にごちゃごちゃ考えず好きなものを見るんですけど。でそれが自分の言いたいこととリンクするかどうかっていうのがやっぱり判断基準というかで、一応それは貯めておいて、またその次の展開ぐらいになった時に合致するかもしれないので、そこは捨てるわけではなくて、もうちょっとじゃあ掘り下げてみようかとか、例えばそうですね、島だったら島っていうのはその人の文化的にどういう意味がある、どういうものなのかとか、歴史的にはどういう場所だったのかというところを掘り下げてみたりとか、そういったところで次の展開とかで自分のやりたいこと言いたいこととリンクする時があるのでということで、そういうモチーフの選び方というか探し方というか。貯めておき方というか、そういうことをやってますね。はい、そうですね。本当に、いろんな人といろんな話を自分のありがたいことで自分の絵の前でいろんな人といろんな話をできるっていうことが一番ありがたいことだと思います。それはやっぱり自分の作品を展開する上でいろんな人にと会話をする、対話をするっていうことがすごく自分にとっても。ありがたいことだし、でそうやって自分が今まで持ち合わせてないものを他の方からいただける機会っていうのは、自分が絵を描くだけではなくて飾ってもらって、でそこに来ていただいた人と話ができる時間っていうのが一番、貴重な時間かなと思います。それが本当に絵描きでよかったなって思うのはそういう時ですね。はい、好きなことをやり続けたいことは一番幸せなので、絵で食べていけたら嬉しいなという感じです。皆さん実感ですね。そうです。なんか本当に嫌なことをすると絶対イライラする人なので、一番ありがたいのは毎日の自分の時間の中に一番好きなことをやり続けて過ごしていることが私にとって一番ありがたいことです。良かったなって思うこといろいろあるんですけれど、外部の方との関わりの中とかお客様との関わりの中とか一番っていうと対策仕上げた瞬間の「やったぞ」っていう範囲になった時が多分人生の生きてる実家が一番強いかなですよね。私これ仕上げられたみたいな、なんでしょう、出来はいろいろその度いろいろあるんですけれど、あの瞬間が一番楽しい生きてる感じがします。はいはい、私が書いててよかったなと思うことは小さい頃からなんですけれど、まず自分が絵を描いたことに対して両親が喜んでくれたっていうことがすごく大きくて、それがずっと自分も楽しいことであったし、それを続けていくと今度学校の先生であったりとか、大学であったり友人であったりとか、さらにそれが広がっていって。絵を描いていなかったらつながれなかった人たちとつながれたっていうところが大きいかなと思っています。そうですね、それが一番嬉しかった、嬉しいなっていう感じることですね。あとは、自分が、好きなもの、自分が本当好きなものであったりこだわりたいものであったり、思い出の断片を切り取ったものを描いてるんですけれど、それを見てくださった方が何かそれに対して共感してくれるっていうところも何でしょうね、自分の中で励まされたというか、なぜかなんか肯定されてるような気持ちになったっていうところが絵を描いていてよかったなと思うところです。はい、私が画家になってよかったと思ったことは2つあります。先ほど井田先生がおっしゃったように描いてる時にアドレナリンがすごい出ますのでうまくいったとかこの色が出たとかハマったっていう時にぶわっと幸せっていうか来たみたいなやっぱ時があります。完成した時もやっと終わったみたいな達成感も味わえますし、やっぱ簡単に描けないんですよね。やっぱり苦労する、完成、理想は遠いんですよね理想はもっと高いで、そこを目指して頑張ってるわけですけど、なのでその幸せホルモンが出た時によくやっててよかったなって思うのと、もう一つはやっぱり作品が売れた時ですね。やっぱその時の感動ってすごいですね。こっちは命がけで描いてますから、そこに対してお金を払って買いたいと思ってくれる人がいるなんて本当に幸せなことで、売るために描いてるわけではないですけど、もちろん売れてほしいとは思っているんですね。なので学部の時に初めて個展を、自分で開催した時に120号の絵をですね、現金でポンって買ったお客さんがいて、もちろん学部の時ですし全くそんな売れるなんて思ってもない、個展ができるだけすごい私みたいな時だったんですけど、ものすごい感動、驚きと感動でした。どうされるんですか、こんな大きい倉庫に入れて見たい時に出すとかおっしゃってて。その時はね、もう全部自分でプロデュースしてやったので、まあ、半額自分に入ったんですけど、その時にあ、こっちの世界で私やっていこうって思っちゃったんですよねちょっと思っちゃったんですね。はい、それでなので、今画家として続けてますが、その時の感動っていうのは今も忘れてないですし、もちろん買っていただいた方の顔とかも忘れられないんですね。